だいたい1分でわかる今日のエンタメ。漫画「キン肉マン」の人気超人ロビン・マスクが着用しているマスクを限りなく原作に近い造形と材質で完全再現したアイテムが9月18日11時から予約販売されます。価格は税込16万5,000円。造形は誰がどの角度から見てもゆで卵先生が描くロビンマスクというコンセプトのもとに制作。ひさしを取り外せばジャンクマン戦が、目を取り外せばアトランティス戦の名場面が再現できる本格的な仕様となっています。原作では鋼鉄製とサファイア製の2種類の材質の鎧が登場するロビンマスク。今回のアイテムは鋼鉄製に着目し、鋼の一種であるステンレス鋼で作られています。そのため重量は7キロと超人仕様。ゆでたまごさんは重い。本物のロビンはまさにこういうのを身につけて戦っているんでしょうね。超人は強靭な首の強さを持っているので、被るマスクはきっとこんなに重いマスクなのだと思います。文句のないかっこよさ、仕上がりになっていますとコメントしました。